お昼12時前かというわけでね、ボコボコ言うてますけども、今からレッツパチモサクッキングしようかな思ってます。よし、やっていくか。まずはお湯沸かしてますからね。パスタ茹でるね。パスタです。今日ももうね、時間のない時はパスタが一番、うん、野菜もいっぱい食べれるしね。塩たっぷりとこう、ちょっと塩多めに入れてください。パスタも買ってきたわ。で、オリーブオイル、まあ、こっち側もね、フライパンにも入れておきましょう。ちょっと多めでもいいかな、うん、安いやつですけどね。そしてまた多分分量間違えるかもしれんけども、もう腹減ってる時のパスタってわからんやろ。今日これぐらいにしとこうか。なんかいつも少なく感じるより多いんだよな、これな。って言ってて少なく感じるけど多いんで、これにしとこう。はい、これ何分やったっけ。5分茹で、ね、取っ手が取れてる。はい、床山に取っ手をつけます。油をこちらも弱火ぐらいね。はい、これ入れる。で、こうちょっとくたっとさせて全部入れたらね、こちらの方は蓋をして、こちらの方は一煮立ちしたら1分で、私の場合は1分、1分でも放置です。で、こちらね、こちらやっていきましょう。まずはそうだね、ほぼノープラン、まだノープランにちょっと辛さ出したい。で、切れみようか。あ、すごい、ここでわ、ほんまにニンニク入れたいんだけど、本当はニンニク入れたいんけど、ニンニク仕事中なんでニンニク入れられないんで、鷹の爪、あの好みでニンニク入れてください。ニンニクは絶対入れる方がいいですね。で、ベーコン、ベーコン入れます。これ切っとこうか、もういいや。こっちも5分で仕上げよう。で、炒めますね。まあ、弱中火、中火、弱火ぐらいね。まあ、洋風なんですけど、和風みたいなことかな、今日は。ベーコンね、一回ほぐしたけど、またほかさ出てるとダメね。くっついちゃう。あ、いい匂い。めっちゃいい匂いしてる。ベーコンの焼ける匂いのたまらなさってあるよね。はい、きのこたっぷり、えのきと、じゃあエリンギとしめじです。香り松茸、味吉陽一って言いましたね。料理はうまく美味しくなりますから、これで気持ちがミスター味を加えてください。よし、塩コショウ、まあ、程よくね、程よくしてくださいね。うん、いいじゃん、いいの。基本ね、味付けはね、塩コショウでいいですよ。塩コショウだけど美味しいから、うん、でですね、形の周りはちょっと風味付けの白だし、これでね、味にね、広がりと風味が出ますんでね。これでいいかな。うん、さあ、あとはもう弱火でじっくりと、こっちが茹で上がりまで待ちましょう。
はい、じゃあ残り1本ほどになりましたら、ここにキャベツ、キャベツ入れます。キャベツを入れて残り時間を待ちましょう。でですね、この時にだしね、このスープを入れておきましょうね。2杯ほどかな、2、3杯、3杯ぐらい入れておいてもいいかな。お願いしとこう。うん、素敵。はい、できた。もうこっちはね、気をつけてと。で、はいと。じゃあこれね、湯切りします。はい、ドーン。ドーン、スカッカドーン。はい、じゃあ、和えます。和えていきましょう。まあ和風かな、どっちかっていうとね、ちょっとね、水分飛ばしつつ、アルデンテとはこんな気にしなくていいと思います。よし、ある程度水分を飛びましたら、軽く醤油、醤油少々、軽くね。はい、でこれ刻んだ大葉、極力刻細かく刻んだ大葉を入れます。それではもう火を止めて混ぜてください。しっかりと混ぜましょう。刻んあのね、千切りっぽいんじゃなくても細切れぐらい。あら、これは素敵だわ。和風キノコそばだな。洋風じゃないな、もうこれ完全に和風だ。味見してみよう。うん、もうちょっと塩コショウかな。 OK。 いや、いいね、魚の身効いてて、うまい。よし、これぐらいでいいかな。よし、できた。じゃあ盛ろう。野菜もたっぷりですよ、言うてもキャベツだけやからねまあ大葉も入ってるからね、一応ね。でキノコも取れるし、やっぱこうなるな。やっぱり想像の 1.5 倍は最低でもなるな。何なんだろうな、俺は学習能力がないようだな。でも食えちゃうところがね、パスタの怖いところ、これ、うん、食べられちゃうからペロッと、うん、今度大葉に刻むとね、全体的にね、香りが、ね、豊かな。はい、というわけで、バケモソ君の、なんやろな、キノコ、ベーコンとキノコのちょっと和風スパでございます。食べます。